私はベテランのハイヤーのドライバーをやってらっしゃる和志さんという男性から聞いたんですけどね和志さん長年ハイヤーを転がしてるそうなんですよであの以前ね大変に良いお客様がいたでこのお客様ある企業の会長さんだったっていうんですけどね社会的に非常に成功された方お人柄も温厚で。 であの大変礼儀正しい選ぶるところがないで気さくでねあのユーモアの分かる、まあ、大変にいいお客様だったっていうんですけどね20年来のお付き合いだった,って言うんですよただねこの会長には一つだけちょっと困ったまあね欠点とは言いかねる。 体質的なもんなんですけどね。皆さん、あんまりね、聞いたことないかな、私もね。このお話聞いて、調べてみて、初めて知ったんですけどね。スライダー。あるいは。電気特異体質。というもの。お聞きになったこと、おありでしょうか。あの、電化製品をね。 故障させたりね何か異常を起こさせるぐらいの強い放電あるいは泰電体質のことを指すっていうんですけど科学的なな根拠は乏しいそうなんですよただね普通の人に比べると明らかにその人がいる時に限ってこう停電しちゃったりね、まあ、いきなりこう。 あの白熱電球だとフィラメントが切れてしまって電気がプツッとねあの消えちゃうであるとか電化製品に異常が起きる、えー、テレビがよく故障するとかね、うん、家の中の家電がねこの誰かとこうご結婚されたらそのたんにね家中のもんがよく壊れるようになっちゃったとか言うんですね。使いいい方がかからとかではない その人がいるだけで電気製品に異常が起こるその人のせいそういう体質だっていうんですよちょっと不思議ですねでこの会長さんがまさにそのスライダーだったに違いないと和志さんは思ってるそうです会長自身も自覚がありましてねまあハイヤーで迎えに参りますでドアが開くドアを開けるとね 車内というのは明るくなるもんですよ。後部座席にね。会長乗ってくる途端に。こうまだドアが閉まる前ですよ。乗ってきた段に明るくなった。車内のこの電気がパチパチと点滅するって言うんですね。そんなのありえますかね？ねえ、車の中の電気ですよ。照明ですよ。あんまりね。私はそういうところに出くわしたことないんですけど、まあ点滅するって言うんですよ。 で会長乗ってきたでドア閉まりますでますでたね夜なんかだとまあ、会長ねなんかお忙しいんで何か読もうと思ったりしてちょっとつけていいかねって車、まあ、内のね照明つけたりするするとこれがまたねパチパチっとねよく点滅したっていうんですねさらにね会長のせいだと思うんですけど 携帯電話やね、あと後にはね、最近だとスマホであるとかね、あとまあ、和志さんの時計であるとかね、デジタルの。こういったものがね、なんだかよくね、不具合を起こす。でね、会長がね、休まないね、と。私のせいでと。いや、うちの家族にもね、散々迷惑がられてね、私が車を運転しない一つの理由だよ。 なんておっしゃる半ば冗談のようなんですけれども何しろ本当にねこう車内の照明が点滅したりするもんですから冗談になってないわけですいやー私ね車運転したらねいや車だってほらまあ電気を使ってるじゃないか危ないと思うんだよね事故のもとだと思うんだよ私なんかが運転するとねだから私は車は運転しないんだ なるべくねパソコンなんかもね触りたくないね、まあ仕方なく、まあ、やりますけどでもねなんだか私のパソコンよく壊れるんだよだからどうもね重要な書類とかね私に仕事させない方がいいんだな触らせない方がいいあははなんて笑ってるんですけどねうーんそれでまたなんかちょっとね読みたいもんがあるんですみませんねで明かりつけてパチパチパチ,パチとほらねやっぱりなんて。 でこの話を和志さんね家帰ってね面白いから奥さんなんかに話したとお連れ合いがね「あなたそれ私もねすごい静電気体質でねだからあのハンドクリームとかあとブレスレットブレスレットあなた気がついた私最近ブレスレットしてるのこれ静電気除,除去用のブレスレットなのあれしてるとねパチッと来ないのよドアとかねこうドアノブとかさるとよくパチッとか冬場になってたのあれはねこのブレスレットしてると なならないおすすめしたらどうかしらなんていう。で一さんね「とうちの家内が申しておりまして」なんて会長に話したそしたら会長が「そんなものとっくに試してるよ」なんて言ってまあそれどころじゃないぐらい強いんだなということなんですね。何が強いってその電気得意体質がね。 で、そんなある日のことです。まあ、かずさん、他にもいろんなお客様乗せるわけですね。会長、お乗せしていない時ですね。ある時。こう、やっぱり、他のお客様がね。まあ、はい、乗ってて。で、やっぱ電気つけて。で、車内明るくして、何か読んでらっしゃった。そのさに、パチパチパチと点滅しと。そのお客様は、お、なんだ。なんて言っていて。 かなり遅いい時刻だったらしいんですよもうてっぺん回ってるぐらいの。で和志さんは「おや会長みたいな人なんかな?」と思ったんですけどね「いやそんなことはないんです」そのお客様乗せたのも初めてではなかった今までそんなこと一度もありませんでしたその時ね何かちょっと嫌な予感がした。えー、和志さんはね何か胸騒ぎがしたんだそうです。 その嫌なよう胸騒ぎというのはねあいにくと的中しちゃいましてどういうことかというと後から分かったそうなんですけれどもちょうどその時刻にね会長がまあね持病のね、まあ、心臓あんまり良くなかったその心不全を起こされてねで心臓発作でお亡くなりになってしまったそのちょうど息を引き取ったそのぐらいの時刻に 点滅ししたらしいってことが後から分かったそうなんでですよでねだから和志さんは「ああれはもしかすると自分はねあのなんとなく気が合う感じのいいお客様だと思っていたけれども会長の方でも自分のことを好いていてくれたのかなだからね亡くなる時に知らせてくれたのかな」なんていうふうに思ったそうなんですけどね。 それからもねたまーに不思議な電気の点滅であるとかそういうことが起きていたそうなんですよね。で和志さんがおっしゃるにはねそうたまにねあの本当にね車の中のこう照明がねパチパチっとね 点滅すすることがねねあったんですよでよ、ね、だからもしかすると会長また僕に会いに来てくれたのかななんてふうにね思ってたんですよねでもそれもね3年ぐらいしたら亡くなったんですよだからねあもう完全に あの,あの世に旅立たれたんだななんていうふうに思いましてねなんで急にこんな話したかっていうと最近なんですけどねまたあの会長と似たような体質の方がねお客様になったんですよ新しくね。でねその方もね非常にこう社会的に 成功されてるんですよもしかするとある種の天才であるとかねまあ強運に恵まれた人っていうのはああいう不思議な体質を持ち合わせてるもんなのかもしれないななんていうふうに思いましてね。とこんな話を聞きました。 全然ですねないですねうん本当に平凡なんだと思いますねそういう意味でうちの夫があのちょっとそうだったっていうふうに言ってましたけどね実際ね若い頃一緒に暮らし始めたぐらいの頃はどうも夫のせいでよくねこう電球切れたりねなんかするような気がしましたね昔のことなんでね でもね、LED の時代になったらね、そういうことが起こらなくなったんですよ。文明の力が体質に勝ったんですかね。まあ、わかりませんけどね。うちの夫も年を取って、えー、次第次第にそうした才能を失っていったのかもしれない。なんていうふうに思うんですけどね。